テニスコート。テニスコートは、テニスを行うためのコートである。大きさは縦23.77メートルイコール78フィート。シングルスでは横8.23メートルイコール27フィート。ダブルスでは横10.97メートルイコール36フィート。表面に用いられる素材は様々で、ハード、クレー、グラス、スナイリ人工芝の4種類に大別される。上記4種は、 ボールの弾み方や足の滑りやすさといった性質に差があり、それぞれに最適なプレースタイルが存在する。これらの要因が、テニス競技者における選手の個性を育み、その個性がテニス競技そのものに多様性をもたらしている。セメントやアスファルトを基礎にして、多くの場合合成樹脂などでコーティングされて作られる。クレーコート、柿記載に比べ、ボールが速くなるため、 速いサーブ及びストローク、優れたボレー技術を持つ選手に有利である。一方、ソフトテニスでは、摩擦が大きく、ボールがバウンドした後に減速するため、強打主体の選手には不利となる。また、その摩擦の大きさを利用した、カットサーブが有効になる。バウンドが安定して、イレギュラーがほとんどないので、サーブ、リターンに、ストロークに、 ボレーと選手は様々な技術をうまく発揮できてプレーしやすい。四大大会においては、全豪オープンでは1987年より、全米オープンでは1978年より採用されている。全米オープンのコートの方が、全豪オープンより、玉足が速くなっている。ハードコートでのプレーは、選手の体に与える衝撃が大きく、ハードコート用とされる、 テニスシューズは他のコートで使用するために作られたものに比べ、底が厚くなっている。ハードと言っても様々で、オーストラリアは触れれば凹むほど柔らかいサーフェスが多い一方、アメリカは球が伸びる硬いサーフェスが多い。表面の摩擦係数でもボールの伸びが変わるので、大会ごとの対応が必要になるが、どちらかというと実力通りの結果が出ることが多く、番狂わせは、 少ない傾向にある。ハードコートは他のコートに比べると比較的維持、管理に手間がかからない。そのため、最近はレジャー施設にテニスコートを設置する際、ハードコートを採用する場合が最も多くなっている。日本テニスの中心たる有明コロシアムは、ハードコートに多少のしなやかさを持たせたセミハードコートを採用している。 いわゆる土イコールクレイと刺すように土質材料を固めた地面に砂を撒いたサーフェスのことである。使われる材料は様々で、日本では学校の校庭でよく見られる粘土質の地面にマサドを巻いた色をクレイが一般的である。世界各国で開かれる主要な国際テニス競技大会では日本と事情が異なり、アン通化を使ったレッドクレイを採用している大会が多い。 とりわけ有名なのが四大大会の全仏オープンである。一方、アメリカでは編成岩を砕いて敷いたグリーンクレーのハートルーをよく目にする。四大国際大会の一つである全米オープンが1975年から1977年にかけてグリーンクレーを採用していた。2012年のマドリードマスターズではブルークレーを採用したが、 選手から滑りやすいと批判を受け、翌年からは、レッドクレーに戻している。クレーコートは、足がスライドしやすく、特有のフットワーク技術を要求される。また、一般的には、ロングラリー戦になりやすいため、総じて、グラウンドストロークと、フットワークが得意な競技に、最適なコートサーフェスとされる。プロ選手で例を挙げると、ラファエル・ナダルが、その代表格である。 ハードコートに比べると、球足が遅くなる一方、バウンドが高く弾む。それにより、ポジショニングが下がり目となるので、ストロークやフットワーク優れるタイプが有利になる。ハードや芝に比べて、ショットが決まらないケースが増えて、ラリーが長くなり、より緻密な組み立てが必要になる上、他と比べて体力が必要となる。スペインなどのヨーロッパや南米には、 クレイ育ちのスペシャリストが多くいる。ランキング界の選手が大活躍する番狂わせが多い。グラスコートは最も速いコートである。ゴルフのグリーンと同様の芝を敷き詰めたコートであり、芝の健康状態、手入れ、消耗などのコンディションがプレーにも影響する。グラスコートは他のどのコートよりも弾道が低く、速い。弾がバウンドするとき、不規則になるので、これを イレギュラーバウンドという、どちらかというと、サーブボレーのプレータイルに有利である。最も有名なグラスコートは、ウィンブルドンのセンターコートである。以前は、全豪オープンや、全米オープンも芝生で行われていた。芝生コートを最も得意とした選手は、ジョン・マッケンローや、マルチナ・ナブラチロは、ピート・サンプラス、ロジャー・フェデラー、ビーナス・ウィリアムズなどが知られている。日本国内では、 グラスコート差がテニスクラブで採用されており、かつてはウィンブルドン九州の名称であった。ボールのバウンドが低くて滑るので、攻撃的なテニスが有利となる。ストロークが得意な選手が落ち着いてプレーできず、ビッグサーブを持つ選手がバン狂わせを起こすことも多い。芝を用いているため、頻繁な水巻きや芝刈りなどの手入れが必要であり、他の種類のコートより維持費がか,かる。よって、 現在では、採用例は激減した。年間では6月下旬に始まるウィンブルドン選手権と、その前哨戦、及びウィンブルドン選手権の翌週に行われるテニス、伝道選手権のわずかに7大会しか行われない。世界的に芝のコートが少なく練習もできないので、実践の経験が重要となる。木材、セメント、カーペット、人工芝などの床面を持った屋内のコート。 ソフトテニスの代表的なインドア大会である昭和カップ東京インドア全日本ソフトテニス大会東京インドア全日本インドア選手権大会はフローリングつまり木材によるサーフェスで開催されている公式テニスのトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントではトーレ製の人工芝を採しており東京インドアとトーレはともに東京体育館で開催されていた トーレは2008年より有明にて開催。このようにソフトテニスでは木材室が公式ではカーペットが敷かれることが多い。木材室ではソフトテニスではハードコートと同様にバウンドが止まるが公式テニスでは滑るようになりおそらく芝を越えて最速のサーフェイスになる。ウィンブルドン対策にこの板張りコートで練習するプロがかつていたことはあまり知られていない。 テニスシーズンでは1月の前後オープンは南半球のオーストラリアのハードコートで行われるがそれが終了すると北半球に移り2月は世界各地の室内コートに戦いの場が移る島津全日本室内テニス選手権大会は3月に開催されそれから9月に4大体海年関西周戦の全米オープンを終えた後寒くなる10月から年間ツアー再終戦までは 屋内コートで一連の試合が行われる。ソフトテニスにおいても、11月の日本リーグからが、インドアシーズンで4月の全日本女子選抜が、最終戦である。ソフトテニスにおける主なインドア大会には、日本リーグ、全日本学生インドア、ヤニックスカップ国際札幌大会、HTB 杯国際札幌インドア、全日本社会人、学生対抗インドアソフトテニス大会、昭和カップ、 東京インドア全日本ソフトテニス大会、全国招待宮崎正月インドア、宮崎インドア、全日本インドア選手権大会、国際ソフトテニス、熊本大会、かつての全日本選抜ソフトテニス、熊本大会、通称、熊本インドア、全日本女子選抜ソフトテニス大会、以上開催順などがある。その中でも最もビッグで権威のあるのが、2月の第一週に、 大阪市中央体育館で開催される全日本インドア選手権大会である。その数件前に開催される昭和カップ東京インドア全日本ソフトテニス大会の通称東京インドアに対して大阪インドアとも呼ばれる。日本とオーストラリア2000年代以降協会の指導もありその数を減らしているニュージーランドにおいて広く普及しているコート。その他の地域では かなり稀なサーフェスである。住友ゴム工業、住友ゴム産業のオムニコートの他に、トーレのスパックサンド、三菱火星のダイヤサンドなどがある。人工芝に砂を巻き、適度に摩擦を軽減している。1990年代に急速に普及し、日本における公営コートはほとんど、この砂入り人工芝となった。クレーコートに近い使用感というのが売りだが、 ベースはハードコートであり、最も疲労感が強い。玉足は公式テニスではハードより遅く弾まない。ソフトテニスではクレーより遅く、弾道は少々低め。天候に左右されないという点においては他のサーフェスを圧倒しており、真の意味での全天候、オールウェザーコートといえる。雨の多い日本において頭痛の種だった大会運営の負担が、 飛躍的に軽減された。また、公式テニスとソフトテニスの共存が、日本のテニスにおける、得意な事情だが、その妥協点としての存在でもある。公式プレイヤーはハードを好み、ソフトテニスプレイヤーはクレイを好む傾向にあり、しばしば対立する。ただし、ソフトテニス専用のクレーコート、スナイリ人工芝コートも存在する。スナイリ人工芝は、その滑りやすさ、 および引っかかりやすさから怪我も多く、日本以外では砂入り人工芝コートで行われる、公式テニスの公式戦はほぼ皆無であることから、ジュニア育成の障壁ともなる。さらに使用済みの人工芝は、産業廃棄物となり、世界の潮流と逆行している。公式テニスのジュニア育成に力を注いでいる組織は、これらの問題点を強く意識しており、 環境面からもジュニアの底上げを図っている。実際、テニスの名門であり、ス多のプロが輩出した湘南高科、大学附属高等学校や柳川高等学校、園田学園中学校、高等学校、慶応義塾大学、早稲田大学、アジア大学、エバラ湘南スポーツセンター、桜田クラブのテニスコートの約8割はハードコートであり、さらに1割強がクレーコートで、 スナイリ人工芝コートの割合は残る1割未満を構成するのみ出る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。